っている幸恵ちゃんが目の前で、そうして私が殺して逃げたと思っておりますから。まず私は2年生で、それから1級上のお友達は確か3年生だったと思うんですが、1軒2軒目か3軒目だと思うんですけれど、朝だから8時ごろ行ってくるよってお友達のところに誘いに行きまして、で玄関で待っていて、行こうねって玄関口に出てきたところで、ピカッと光が目に入りました。それからは爆風で多分飛ばされてるから記憶ないんです。で記憶が戻ったのは、周りでもう泣き叫んでいるんですね。それで私とそのお友達は、その幸恵ちゃんは私たち飛ばされたところは幸恵ちゃんのお家なのか、先隣なのか、どこなのかはわからないです。ホラー穴と言ったらよろしいんでしょうか。やっぱりお家の床下だと思うんですが、そこに2人飛ばされていたんです。で、幸恵ちゃんは針ってご存知ですか、鉄の針ですね、そこにね、すっぽりはまっちゃってるんです。それでも助けてって2人でね、頑張って呼んでいたんですけれども、でも幼いながらも前に行けば2人で逃げられるかなと思ったもんだから、ゆきちゃん前に行ってって言ったんだけど動けないんです。で、私が後ろから押しても、それから洋服掴んでも動けない状態なんですね。で、どうしようどうしようと思ってもどうにもならなくって、ただお母さんという叫びしかできなかったんですが、すると母が、やはり母も私より1階上のところでやっぱり爆風受けてまして、もう家の形何もないんですね。で、私の声を頼りに探しに来てくれました。でも私はその下だから、早く出ておいでって言っても出ようがないんですね。そしたら母がどこからかはしごを探してきて下ろしてくれます。で、母は上、もう燃えてるのよって、早く出てらっしゃいって、でもゆきちゃん動けないのよって私言ったら、そんなこと言ってももう待ってられないよって言うんですね。言ったらゆきちゃんが、もういいから行きなさいって、もう何回も言ってくれたんですよ。だから私はごめんなさい、もうそれ思い出したらどうしても泣けてくるんですが、そう言ってくれるので、もう最後にどうしても出ないからごめんねって手を合わせて、それで階段を上って、母が一生懸命助けてくれまして、火の中をですね、ずっと御滝の方にまず逃げていきました。で、それはもうまだ生きてる人を置いて逃げるわけですから、小学校に寝せとはいえですね、もう悲しいというのか、なんとも言えない気持ちになってしまったんですけれど、そういう状況で、でも振り返るわけにもいかない、母はしっかり手を取って、とにかく逃げようって逃げました。その間に出くわう人はみんなお水お水、そして肌は垂れ下がりです。もう目も飛び出した人もあるし、血の出た人もあるし、本当にこれはまさに地獄ではないかなと私は忘れることはできません。だからその中をずっと逃げてきまして、御滝の川までたどり着きましたら、もっと悲惨さが待っていたんですね。それは何かと言いますと、人の頭が川を全部埋めてるんです。そしてお水って言った人はみんな飛び込んじゃって、それでおしまいなんですね。だからそういうところも目の当たりして、
母を見せないようにと、もう強く強く引っ張っていくんですが、もう見ないで通るわけにいかないんですね。でしばらくしたら雨が降り出しました。いわゆる黒い雨でございますね。その黒い雨も、もう母と二人で、もう最初から最後まで、後から聞きました。やっぱり北西の方に雨がずっと追っかけてきてますから、親子ともども、もうそれに追われて逃げていったんですね。でそこに着きました。そこに着いたら、今度は焼け焦がされた生きていらっしゃる方もあるんです。何人かそこに並んで横たえて、むしろの上に、またそこで地獄なんですね。いやー、もう本当にあの図は体験したものでないとわからないと思うんですけれども、でも母も、もう見ないようにしようということで、そこで止めていただくことになって、朝起きたらもっと増えているんです。それがで、暑い暑いという方もいらっしゃる。だからお水をあげたり、まあ私はお手伝いする、もう怖いからできないんですけど、母は一生懸命お水をこう差し上げたり、いろいろやっておりましたけれども、そういう暮らしが1週間ぐらい続いたのでしょうか。それと、その目の前で生きてる人を置いて逃げたという、その無謀さの地獄ですね。もうこれがやっぱり8月6日が来ますと平常心ではいられないんですね。だから今も 1.5 キロと同じところっておっしゃったので、ありがとう思いましたけど、それは無理なことですよね。それはもう無理なことと思いますが、やっぱりどこかに生きてくれていると思うという気持ちはやっぱり消えないです、のまま、はい、ございます。だからそういう生きた人の、もうよろよろ歩いている人だって、もう何メートルか行ったらバタッと倒れられるじゃないですか。でお水飲んだ人、川に飛び込んだ人はもう死んじゃうわけじゃないですか。そういう人たちを目にしながら、私靴がないから足をやっぱりすりむいてるんですけど、そんなことはないんです。痛いということがもう感覚にないんです。なんでこんな怖さがあったのって、これ何なのって、もうそれをずっと思いながらですね、逃げていったというのが、私の表現では地獄ということになろうかと思うんですけど、それとやっぱりゆきえちゃんもあんな形で逃げましたので、で今日あるのは、ゆきえちゃんが代わりに私に生きてきなさい、そして何かあった時にはこの状況を伝えなさいという命の大切さを私にくれたのではないかなというふうに思ってるんですね。でも本当に悲しみを持っているゆきえちゃんが目の前で、そうして私が殺して逃げたと思っておりますから、それが今とっても私にとりましては力強い生命力になってるんですね。だから原告を引き下がろうとか、名前を出すのが嫌だとか、そんなことは一切思っていません。二人の力でもうこれから先の平和、核戦争、もうこれをどうして阻止しよう、ゆきちゃん力貸してねという気持ちで出ておりますから、それはございません、はい、共に生きていこうと、共に生きていこうと思っております。